と言わせるフですよね。はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒に、こうもう本当にフルオープってうどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。令和の時代のスタートに合わせて新しいアプリを作りました。この度、カグラという名前のアプリを作り。 皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました。CGS や石井改革大学、生徒 DIY、それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています。詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますので、そちらの方からダウンロードしていただき、ぜひ様々な情報を集めていってください。登録をお待ちしています。 CJSO の海さんはこんにちは神谷聡平です。本日もじっくり学ぼう当選挙をお送りしていきたいと思います。講師は岩野先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よい,ますいよいよ50回にわたってまあ正確に言うと50回ですけれどもやってきました当選挙今回最終回か、はい、ということで残りの2章ですね、はい、まとめとしてお話し聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、えー。まあ最終回となる今回は、まあ、当選挙の最後の 2つの章第52章、兵の本義と、53章、傭兵の神明です。どちらも大変短い文章ですが、日本最古の兵法書、当選教の欠言をなす、非常に重要な教えです。まずは、第52章ですが、このように書かれています。兵のもとはを塞ぐにあり 兵の本来の役割は、えー、災いや不幸を途絶することにある、まあ、この章では兵すなわち軍隊の本来なすべきことは民衆に降りかかる災難や不幸をなくすことなのだとしていますそれゆえ国内における暴動や賊、まあの割拠国外からの敵軍の侵略 などによる災いや不幸を未然に防ぎ、あるいはこれによる被害を最小限に抑えること以外の目的で兵を用いてはなりません。そして、こうした軍本来の役割は新鋭の兵でなければ実現できません。まあ、これらが文武一元とまあ武戦文後という当選郷の中枢をなす思想、まあ、そのものであると言いましょう。はい。 こうした教えはシナや西洋の兵法書にはない日本独特の国家観と戦争観に基づくものなんですね、はい、これに対して文と武を全く異なるものと唱えるシナにおいては兵は狂気を持って狂事をなす不吉な殺人集団にすぎませんそれゆえに徳のある人は文人となり 武や兵には関わらないというのを常としましたかの孔子も平時については全く無関心でした、うん、まあこうした死な思想による大義名分なき兵は権力の獲得維持や領土的野心を満たす目的で用いられてきたため常にえ暴力を振るい弱者を蹂躙し多民族を圧迫搾取して 利権をを拡大ししし肥やしてきました孫子兵法では戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなりつまり兵を用いずして戦いの、まあ、果敢を塞ぐことが上策だと教えていますがしかしながらその実現は真の、まあ、兵の親衛によるものではなく、うん 主として謀略などののによるものとしています、うん、天地が元一体であり万有がもともと一女であるという理法をこれをわきまえない信の兵所では学んだとしてもですね文と武が2つの車輪や翼のように一体にして初めて有益であるということは悟れません。その結果 天地自然の理法に反して必然的に衝突や摩擦が起こり文武の一体一如を悟らぬ兵がいたずらに騒乱を起こし安寧や秩序を乱して果敢が絶えませんえまあこれが実際に幾度となくですね統一し分裂し統一し分裂しこれを繰り返してきた信濃の歴史そのものなわけです、はい。 一方ですね、ヨーロッパの歴史は、これは多民族や異教徒をまさに征服したり、征服されたりの繰り返しでしたので、戦争は他の手段をもってする政治の継続に過ぎない、まあ、クラウゼビッツの戦争論などにもですね、はい、まあこうした征服者、征服する者の戦争観に根ざしたあ考えが濃厚なわけだ。 戦争という現象を、まあまあ、ギリシャに発する合理主義律、まあ、主義によって徹底的に究明したものですね、まあ、複雑で抽象的である戦争というものが見事なまでに理論化されています、まあ、しかし基本的には外面的であり唯物論的な戦争観なんですね、はいえー、人間の意志の働きに重大な影響を与える善悪とか 正,正しいか横島かといったものの価値を全くとは言い過ぎかもしれないかなり軽視しています、はい、それゆえに人間の内心的な部分などについては言い尽くしていないところが多々ありますね、はい、古代シナで生まれた乱世を生き残るための兵法やですね西洋で生まれた他者を征服するための兵法というものはいずれもある。 要するに実在ということを出発点として、えー、こうした既存のものを維持することを目的とする国家間に根ざしているんです、はい、これに対して日本の兵法はなる・生成ということを出発点としこれをさらに発展させていくことを目的とする国家間を基礎としていますある・実在というものは なるなった生成したから今あるわけですね、うんえー、そしてさらに発展しないものはやがて存在することができなくなる、はい、これが宇宙万有普遍の真理です古来ですね日本人にとって国というものはですね我々の愛すべき対象であり誇りの源泉となる精神世界の中に存在するものだったんです。はい それは一つの命であり価値であり知的な認識だけでは感じることができないものです。で市内や西洋における国家のようなこの制度、組織、機構とかね権力構造などのようにね客観的に認識できるものにだけ限定された国家ではなかったということです。 という言葉が今出ました命であればこそ普段に活動して発展する連続性や永続性といった縦の世界を備えています。はい、でその基盤の上に、えー、万世一系の天皇を中心とする共同体としての同胞意識というこれは横の世界これがあ醸成されてきたわけです。で国土とと人民を含む万物というものは等しく 神々の子孫であるという同胞意識がこの我々現代人の心の底にも実は残っているんですね。うん、まあ、多様な人々が等しくその価値を認め合う社会というものを我々が、えー、日本人が気づいてきたのもね無意識のうちにこの万物が調和し一体化されたですねこの永久的な生命の保持と増進を求めて生成発展するという基本的な日本人の。 生命感に、まだまだ私たちにも残っているんです。はい、まあ、西洋化され、戦後も教育が歪められて。だいぶなくなりつつあると言っても、根底にはあります。はい、はい。こうした生正発展のための兵法、これが日本の兵法の特異性なわけですね。うん、え、まあ、古代の日本においては、まずですね、この新兵の新、新鋭の威力によって暴、ぼ暴動を禁じですね。松浪安堵賊を打ち。 外敵の信仰があれば、これを撃退しました、まあ、こうして、えー、果敢を根本からのぞ、えー、き去り、ついで神義の政治が行われ、天地一帯、万有一女の理法をもって民を強化し、全蔵することによって、まあ、果敢の再発を途絶したということです。うん 文と武を一体に兼ね備えた、まあ、優れた天皇の存在が古代におけるこれらを可能ならしめたということなわけですね。うん、はい以上が当選挙第51章兵、はい、の本義でしたさらっと説明していただきましたけどものすごい深いお話を <laughs> されてたなと思いますけれどもちょっと講談も聞いてからまとめたいと思います。はい、はい、いよいよ最最後後ですね、はい、最後の第 えー、53章に入りましょうはい、えー、第53章はいよいよ当選挙の最後の章です「傭兵の神明」です読んでみましょう「傭兵の神明は虚無に落ちざるなり傭兵の極意神明とは虚無に堕落することではなく実に努めることであるということですこの最後の章は 孫子兵法の忠核を成し孫子兵法で最も重要な教えがあるわけですがこれに対抗して記されたものです、はい、孫子兵法第5編平成2は「我が兵をもって敵を攻めればあたかも石を卵にぶつけるかのごとくに打ち砕くのは充実した戦力で空虚で隙だらけの敵を撃つからである」とあるわけですね。 要するに実を持ってて打つからででああるると書いてあるわけです、えー、戦って勝つためにはまず戦場で我に有利な体制を形成しこの「気」と「性」をうまく使い分けて兵の勢いを増しこれによって「虚」と「実」を制するというのがこの孫子兵法を貫く戦いの原理原則です、はい、え我の「気」「性」が敵の「虚」「実」を左右し 敵の虚実は我の既性によりもたらされます。まあ、それはあたかも「勢い」という一つのコインを我の方から見れば既性であり敵の方から見れば虚実であるといったようなものなわけですね。虚、うん、実とはですね敵と我のどちらにもありうるものなわけです。一般的には我が虚であれば守りに立ち 我が実であれば攻めに出ることになります、はいえー、そして敵が虚であればこれを打ち敵が実であればこれを避けるというのがまあ孫子の教えです、うん、従いまして対象たる者は敵と我それぞれの状況が虚であるのか実であるのかこれを常に承知していなければなりませんまたいかなる場合でも敵が実であればこれを虚に変化させ 我が虚であればこれを実に変化させせななけれればなりません、まあ、これも孫子平法の基本的な考えなわけですが、はい、このため第4編「軍渓」第5編「平成」でいかにして「我」を「実」にするかを具体的に解いて第6編「虚実」というところでいかにして敵を「虚」にするかということを詳しく論じているのがこの孫子平法なわけです、はい。こうした孫子兵法が 全く想定していないのが兵力がいかに劣勢になろうともあるいは全滅しようとも最後まで実のままの軍、えー、戦い続けて絶対に虚に陥らない敵なわけです、はいまあ。なかなかイメージできないですよね。少なくとも損失の前提としてそういうものは実在しないということになっているわけ さあ湊川の戦いにおける楠木正成の軍勢の最後を見ますと私たちはそうした傭兵の神妙を見ることができます、はい、楠木勢は度重なる激戦の末ついに73人になりますそれも皆ほとんどが負傷していましたそこで楠木は湊川の北にある民家に入っていきましたしばし息を休めて心静かに 自害しようと思っていますと門を激しく叩くものがありましただん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 兵たちが誰であるかというと高氏からのお使い菅の生きの神であると申しますので正成がいる近くまでそのものを通しました、はい、楠木一族の平井五郎は負傷していなかったので私が対応しましょう と出てて行って会いました菅が「楠木殿に対面して申したいことがございます」と申すも楠木は対面しません菅が申すには「高氏殿からの伝言でございます新田の人々が破れられたにもかかわらず小勢をもって当家の大勢を毎度打ち散らされたという武勇の誉れこのようなことは未だ聞いたことがありませんまた 高は正しげとです。どうして無情にも撃つことができましょうかこれは敵を回遊して戦意をなくさせようなどということではありません。今日の武勇に感動し、かつての交友を忘れていないということなのです。万一にもこちらの味方になることなどあり得ないのであれば、降参せよなどとは言えば、 世間の我々への評判も何ともおかしなことをするものだとなりましょうからそうは申しません。味方の兵を引かせられたからには命を全うしてとくとく河内へとお帰りくださいとのことでした。楠木はあざ笑って使いに申すには命生きながらえようとすれば仰せられるまでもない。 打ち破って通ろうとすれば相手になる者などおられぬことでしょう。仰せられること喜んでおります。とお伝えになられよ。そうではあるが、わらべを一人故郷へ返すことにいたしましょう。と言って、武道丸という18歳の少年を、まあ、彼も軽傷は負っていたのですが、まあ、故郷に返して合戦の様子を語れ、 と命じました高氏はこれを聞いて「今は楠の木と戦っても人を撃たせても意味がない」とのことで兵を渚の方に引かせ落ちるのであれば通してやれと下地されたのでした楠の木ももうこれ以上戦うだけの力は残っていませんでしたので切腹することにします楠の木正成が 切腹しようと鎧を脱いでみると切り傷が11箇所ありました他の72人も皆無傷の者はほとんどいませんでした正重は弟正氏に向かって人間は死ぬ間際に何を思うかによって来世の性の善悪が決まるという9界のいずれに生まれたいかと問いました 正氏は明るく笑いながら「七のまでも人間に生まれ朝敵を滅ぼしたいものです」と答えると正成は嬉しそうに「罪深い思いではあるが私の願いも同じだではさらば再び人に生まれてこの本会を遂げよう」と約束し兄弟差し違えて倒れました。 大難楠木正去年43楠の,木の家の子である八本八郎と和田五郎の両人は人々の自害の様子を見届けてから正成兄弟の首を取り敵を招いてこれを渡しましたすると河野豊前の神宗次がこれを受け取って涙を流したのでした。 伯の神があなた方二人は生きて下されるのかと申したのを橋本と和田は情けをかけないでいただきたいと申しながら言いながらすぐに引き返し楠木が自害した場所に行っておののの自害された様子を残しては見苦しいものであるとして家に火をかけて 二人も差し違えて炎の中に餓して死んだのでしたこの二人は、まあ、たまたま負傷していませんでしたので、まあ、おそらく正成がこのようにせよと申しつけておいたのでしょう、うん、高氏が楠、えー、木の首を見てかつては最も親しかった 世の通常の男であれば大きみを恨み奉る気持ちも抱いていたのだろうから間違いなく高氏に苦味していたことであろうな生き顔に対面していればどれほど喜びの中の喜びであったろうかと涙を流したので御、えー、前に会った人々も皆鎧の袖を涙で濡らしたのでした。 このように、戦いの正しさと、まことの真理を思う者は、死の最後まで虚に陥ることなく、実であり続けることができるのです。以上が、当選挙の最後の首相である第53章、傭兵の神明でした。はい、以上ですね。ありがとうございました。 まあ約1年にあたって、51回聞いてきたんですけれども、まあ、最後になればなるほど、まあ、私が楠木正成公が好きだということもあるんですけれども、はいはい、だんだんこうあの思いも入ってきましたし、はい、まあ本当に前段のところは私も全然理解できないぐらいですね。宇宙の話から始まって。私もあの 資料を作っっていいいたたたただとに聞いたことがあったんですね、はい、でなぜあのこういう話がね書いてないのに、はい、あのこれ出てきますかというふうな聞いたらですねいやここから分かってないと、はい、あの当選挙が読み解けないと当時の人たちの考えが分からないんだというふうにおっしゃってくださってその一言で僕も腑に落ちまして、はい、あではあのもうやってくださいということでお願いしたところもありましてですね、はい、その辺りは本当に皆さんも何度見ても多分すごく難しいんじゃないかなと。はい いうふうに思いますけれども、でもこの最後の楠木正成がこう距離を陥らないと、はい、うん、でまた生まれ変わってですね、はい、次の生き方はこういこうとはい、いうようなこともお言えたというのは、なんかこう、実はですね、私昔はなんかそういう作り話なんじゃないかなというふうに思ってた時期があったんですよ。<ー>なんかこう、都合のいいように明治政府がですね、結構楠木正成を祭り上げたとかってそういう話も聞いたので、なんかこう英雄化してるんじゃないかなと。うん いう,ふうに感じた時期もあったんですけれども、まあ、今回のこの50回のお話を聞いてでその人がどう生まれてきたのかとか何が人として大事なのかとかあとヨーロッパや市などですね、えー、戦法とは何が違うのかといったことをこう聞いていく中であなるほどとこれが日本人の考え方だしこういった平安からの知恵があったからこそ 武士道なるものが生まれて、はい、でそれがこう本当に強い日本という国を作ってですね、まあ、世界の中でこう日本を守ってきたというか存在し続けてくる根底にあったんだなということが分かりました。あのなかなか今ですね孫子の兵法なんていうとですねビジネスに生かす孫子とかって,言ってですねすごく重宝されているようなところあるかと思うんですけども、まあ、私は今回あの、まあ、この話を聞いたかっていうのがもう一番なんですけど。 あの私の感想としてはこう孫子は浅いなと、うん、浅いというと失礼なのかもしれませんけど損失だけでは足りないというふうにあのかつての日本人が思ったという部分がすごくよく分かりました、はいはい、ので、えーまあ、今回で一回完結しますけれどもちょっともう一回ですねあのこの流れを一回僕も前段が全部理解,した理解したので聞いたので、えー、もう一回ここから <laughs> 1> 1話から見直すとですねあの、どうつなげて先生がねこの話を作ってこられたのかなということが皆さんにも分かっていただけるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、この動画はですね、まあ、ずっとあの世の中に残っていくものだと思いますのでね、えー、繰り返しですね平安時代ですから。 平安時代からここうういいうとを日本人が考えててた、た大事にしていたもちろん先生の解釈も入っていますけれどもあのそれがですねいろんな実例とともにですね分かりやすく図示していただいて学べると思いますので是非、ねえー、このじっくり学ぼう当選挙を多くの方々に広めていただいて何かこう皆さんのお仕事とか勉学とかですね、えー、そういったものにこう役立てていただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、それを結びの言葉に返させていただきまして、えー、今回。 えー、これで当選挙を締ご自宅におりましました。どうもありがとうございました。